イエラン貫突してると通常攻撃5回がダハの弓になるんですよ。サイコロが消えても弓矢がダハ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 5発がねダハの弓になるのが貫突効果で、しかもダハの弓の 1.56 倍ぐらいの火力が出る強いやつで、バースト火力がやばいんだけど、それを楽団で強くするのは貫突勢だからかな。楽団イエランやってみる。じゃあまずダハの弓の火力をシュッパン。まあこんなもんだよね。もともとめちゃくちゃダハの弓が強いわけじゃないからな。貫突効果で強化されてるダハの弓を打ちまくるサンドバッグが欲しい。2人いてもいいぐらいだから、いくよ。ちょ、わざと15秒待ちます。ちょっと火力わかんなくなっちゃうから。サイコロ消えろ、サイコロ消えろ。これ消えてから5秒続く。いくよ。あ、終わったこれどう。まあ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 、通常攻撃で大体3万ダメージ出て、これ5発で15万ぐらい出せるのが貫突効果だね。こうしてみるとやっぱり貫突効果自体はやっぱ地味じゃない。なんか演出やばいけどね。やっぱりエランは1突2突3突4突が強くて、それに支えられて貫突が強く見えてる感じがするわ。だからまあ結局なんか銃撃ダハの弓に依存するんじゃなくて、やっぱ爆発に依存してるキャラかなって感じはします。エランの貫突効果だけはまあまあ普通ぐらい、貫突の中じゃまあ普通ぐらいかなって感じはする。